対復活。ようやくドジャースのエース、カーショーが戻ってくる。今週金曜日ホームでのジャイアンツ戦、ライバルとの試合、待望の今季初登板、またグラスノーも今週中に復帰予定であることが分かっている。課題の先発投手陣はだんだん役者が揃ってきた。喜びの声を紹介する。これにはロバーツ監督もにっこりだな。やっと大谷が打ってカーショーが抑えるところを見れるのか。ドジャースはもともといいけどカーショーが投げてたらもっといい。また怪我だけはしないよう気をつけてほしいな。ジャイアンツ打線キリキリ前にしちゃって。これはドジャース圧勝の伏線か？金曜日が待ちきれないって。ここからグラスノーも復帰するって考えると負けるわけないじゃん。ここにも菊池も加わったら最高すぎるんよな。カーショー頑張れー。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。